今回のたわわなわは九州管内系統和牛枝肉強霊会について紹介します。この番組はふるさとに根ざし明日の鹿児島を作る JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。九州管内系統和牛枝肉強霊会とはどういったものなんですか？はい、九州各県から系統農協の牛を一斉に出しまして、その中でお肉のナンバーワンを決めるという大会になります。おー、それは具体的にどういったところを評価していくんですか？あ、そうですね、お肉のサシの入り具合とか色、照り、ツヤ、作り、そういったものを第三者が審査員として厳正に審査して決めます。じゃあ綺麗なお肉を競う会という認識でいいですか？そうですね、はい、そうなります。気になる鹿児島県の成績はいかがだったんですか？はい、今回で5連覇達成することができました。じゃあこの目の前にある賞状やトロフィー、そしてこの優勝旗はその時のものですね。はい、そうですね。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、生産者の来場や表彰式が見送られた第44回九州管内系統和牛枝肉強霊会。そのため後日 JA 鹿児島県会館で個人賞及び団体優秀賞の授与式が行われました。おめでとうございます。ありがとうございます。こちらは個人賞において金賞を受賞した中山さんです。今回金賞を受賞されたということで、はいはい、感想はいかがですか？自分としては、ね、願っていた農林水産大臣賞ですので、家族一同、まあ、従業員も含めてなんですけど、それに親戚も喜んでもらいました。牛を育てる上でこだわってらっしゃるところとか気をつけてらっしゃることって何かありますか？はい、まあ、一番は健康だと思いますので、顔を見れば大体人間も一緒で健康状態が分かりますので、それを心がけて管理しております。大切に育ててらっしゃるんですね。そうですね、もともとうちではその子の持っている能力を最大限に発揮できる日本一の農場になろうということで、鹿児島で今度全郷もありますので、選んでいただけたらそこで、日本一を、ね、狙いたいなという気持ちを持っております。2022年には5年に一度行われる全国和牛能力共進会の第12回大会が鹿児島で開催されます。3年前の牛のオリンピックで団体優勝しましたけれども、その時の恩恵というのを非常に生産者の方も受けております。それを2年後の鹿児島全郷に向けて、また日本一を目指すという点でも、この九州管内でナンバーワンを取り続けるということは非常に大事なことだと思います。ぜひ日本一のお肉が鹿児島県内にありますので、鹿児島県内の方々にたくさんお肉を食べていただきたいですね。私もたくさん食べて応援したいと思います。はい、よろしくお願いします。鹿児島黒牛をぜひ食べてくださいね。ここで番組からのお知らせです。選べるお肉のギフトカードを3人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上、ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。